タレント、俳優として幅広く活躍する石田純一さん。素足で革靴を履く独特のスタイルでも人気も集めています。今回は、そんな石田さんの自宅について調べてみました。マンションや資産の噂についても一緒に見ていきましょう。石田純一のプロフィール、愛称石田さん、はんちゃん、本名石田太郎、生年月日1954年1月14日、身長177センチメートル、出身地東京都目黒区、最終学歴早稲田大学商学部中退、所属事務所メロン、目次石田純一の豪華な家、自宅の場所は目黒区、別荘の葉山マンションは売却していた、資産はどれくらいあるのか。石田純一の豪華な家。石田純一さんの自宅はテレビ番組などで公開されたことがあり、すごい豪邸、センスがいいと注目を集めています。敷地面積60坪、土地と建物を合わせて3億円の大豪邸という噂もあるようです。奥さんの東織子さんはインスタグラムで時々自宅の中の様子を見せています。家の中もベランダも広く、普通の民家とは大違いです。土地選びやデザイン、インテリアなどはすべて石田さんが決めているそうで、かなりこだわりのある家であることがわかります。ベランダには石田さんの希望でヒノキのお風呂が設置してあり、開放的な空間でくつろげるようになっているそうです。こちらの写真では子供たちのプールの横にお風呂が確認できます。東尾さんはあまり積極的でなかったようですが、石田さんは露天風呂に強いこだわりがあったようです。彼は空の下で入るお風呂が大好きみたいで、私はいらないんじゃないと言ったのですが、主人曰く絶対に必要なんだそうです。引用元、家は一番大切な空間だからこそ快適にこだわりたい住友不動産販売。渋る奥さんを説得して設置したとなると、よほど大事なものだったのでしょう。ところが実際に住み始めてみると、ベランダのお風呂はほとんど使っていないそうです。石田さんの中ではベランダにお風呂があるということ自体が重要なのかもしれません。東尾さんのお気に入りは食卓の横のコージーコーナー。子供の遊び場になることも多いそうですが、軽食を取ったりパソコンを使ったりするには最適な場所であり、憩いのスペースになっているのだとか。広い家となると掃除は大変そうですが、投稿された写真を見ると子供も一緒に掃除をしているようです。豪邸となると家政婦を雇って手入れをしている可能性もありそうですが、自分たちでできる部分はきちんと掃除しているのかもしれません。ちなみに石田さんがコロナウイルスのために自宅療養をすることになった際は、この豪邸の広さが役立ったようです。確かに普通の家では一つしかないものが複数あると、同居する家族に移さないための対策はよりしっかりしたものになるでしょう。これほどの豪邸だと地震対策などにもお金をかけていると思われるので、少しくらい予想外の事態が起こっても一般家庭よりずっと安心して暮らせるのではないでしょうか。自宅の場所は目黒区。石田純一さんの自宅は東京都目黒区青葉台にあるという噂があります。目黒区青葉台といえば有名人や経営者の自宅が多い地域であり、女優の水木有紗さん、歌舞伎役者の市川海老蔵さんも住んでいるという高級住宅街。石田さんの自宅ような豪邸にはぴったりな場所です。高級ブティックやカフェなども多い青葉台は、おしゃれな石田さんにとってはたまらない街なのでしょう。青葉台で石田さんを見た人もいるようなので、噂が真実である可能性は高そうです。
ちなみに石田さんの自宅の近所には人気 YouTuber であるプロタンさんの自宅もあるとのこと。プロタンさんのチャンネルに石田さんがゲスト出演したこともあります。お礼として約50万円のワインを渡しており、石田さんの凄さがわかる動画です。別荘の葉山マンションは売却していた。石田純一さんは神奈川県葉山町にリゾートマンションを所有していました。東京から1時間くらいで海も近いため、家族でよく遊びに行っていたと思われますが、事情があって売却してしまったようです。一部では仕事がうまくいかなくて金銭的に困っていたからという噂も流れているようですが、所属事務所ではこのように説明しています。決して困窮したから売却したというのではなく、たまたまこのタイミングで飼い主様が見つかったと聞いております。引用元、石田純一思い出の別荘を売却していた。収入激減の苦境に決断、ライブドアニュース。お金に関係なく以前から売却を考えていたのかもしれません。人気の高い物件のようなので、かなり高く売れたのではないでしょうか。資産はどれくらいあるのか。石田さんの資産については明確な情報がないようですが、3億の価値がある豪邸に加えて年収もかなりの金額になるという噂があります。2014年に出演したバラエティ番組では、映画や新製品発表のイベントなどが多く、お金には困っていないことを明かしていました。そんな石田は年収について、手で波をかきながら、結構これですよ。安定はしてないですからね、とコメント。続けて、1億になったり、2億になったり、と基本的には1億円を下回ることはないようだ。引用元、石田純一は常に年収1億円以上、稼ぎの軸は年間80本程度のイベント出演。エキサイトニュース、しかしコロナの影響で収入が減ってしまったため、2021年現在はそこまでの金額はないようです。感染拡大を防ぐためにイベントが中止になることも多いので、以前のようにはお金が入らないのでしょう。そんな状況でも石田さんはポジティブな考えを持ち続けているそうです。年収は6000万円くらい一気に減りました。 YouTube も赤字です。きっと皆さん、お前になりたくないよって思うかもしれないけど、今は自分で稼いでる感覚が楽しくて酒がうまいんですよ。日刊スパ、引用元、苦しい状況でも楽しみを見つけ、前向きに生活するという姿勢は見習いたいものです。